先月、患者への虐待行為が明らかになったのは、南伊豆町にある精神科病院ふれあい南伊豆ホスピタルです。病院の説明で虐待をしていたのは、看護職員ら4人で、一昨年9月から去年3月の間、患者の口に粘着テープを貼ったり、患者の足を踏んだ上人前でオムツを交換したりしていたことが分かっています。 この問題を受け県は午前から職員およそ10人で精神保健福祉法医療法に基づく立ち入り調査に入りました問題が明るみに出た先月28日に続き2回目です県は立ち入り調査を明日以降も続け看護師への聞き取りなどを行うとしています